で、あと背中がバッて開けてる、本当にもう高層マンションから見渡す景色のように背中がブワッてなってるんですよ、これね。どうも、さとみです。さあ、今回なんですけども、第五人格、空軍に新衣装が実装されたんで紹介していきたいと思います。こちら、じゃん。じゃん言うても、ま、なんも出ない。で、ま、見てもらったらわかる通り、かわいい。とにかく可愛いんですよ。ピンクの髪に白ベースの衣装。ねえ、このちょっとした装飾だったりね。で、あと背中がブワッて開けてる、本当にもう、高層マンションから見渡す景色のように背中がブワッてなってるんですよ、これね。ほら、これブワッ、待って待って、いる。そうなんだよ。ここね、ファーチェ来るポジションなんだけど、俺の前に追われてる先客いるな。さあ、占い師、おっと、ここで刃をもらっていくが、板を当てていく。板を乗り越え、どこに行く占い師。おっと、ここは、冷蔵庫、冷蔵庫じゃねえ。ジェットコースターに乗るフェイントをして板を割らせない。そこの板を割らせないことによって、まだそこで耐える耐える耐える。さあ、だがリッパーもジェットコースター側に行かせないぞと、ジェットコースター側に逃げれないように回り込んでから板を壊していく。さあ、ちなみにこんな強気に解読しているのは、俺のとこに来たら信号銃をぶっ放して、占い師がジェットコースターに乗れる時間を稼ごうと思ってるこの強気の解読。だが来ないリッパー占い師を執念深く追い回す。さあ、どうだどうだ、おっと、ここで袋を吐いていく。いい袋でしたね。リッパーの負けじと袋を剥がしたのにもかかわらず、刃は全く違う方向に飛ばすっていう高等テクニックを見せつけていきましたね。さあ、奥でチェイスが伸びる伸びる伸びる、チェイスが伸びるぞ。板2枚をふんだんに使い、さあ、どうだどうだどうする。リッパーが刃を回復するように待ってる感じの動きをしてますね。だが、しかし、おっと、ここで2羽目の袋を貯めていく。貯める速度が速い。こうなったら、こうなったら、ここで今しかないと、横入りして、今だ、打つか、打った打った、さあ、打っていく信号銃。ここで信号銃を当てることによって、占い師が2階のところまでチェイスが伸びる。さあ、そこは板が1枚も使ってないところまで送り届け、一緒に解読。よし、じゃあ、あとここ解読するだけだ。ナイス、いいよ。俺の一撃結構でかいんじゃない？だいぶ伸びてるよこれ。いいね、ナイス。占い師も3話目もいっちゃっていいよ。3話目も袋を3話目頼むわ。あ、惜しい。3話目もうちょっとでたまるぐらいだったんだろうけどな、時間タイミング的にな。よし、じゃあ、あと2個で、俺んとこが言うて25で、あとどこやってんだ、調香師のところか、向こう側か、始発側やってんな調香師。あ、待って、あ、俺が行こうと思ったんだけど、行ってくれた。あ、でも俺が行くよりも、そうか、妻子の方が早いか。これ間に合うのかな。あ、それ回り道していったら間に合わないな、多分な。ワンチャン、ワープつないで、正面から入るか、ワープつないでだったらワンチャン間に合ったけど、まあでも普通に解読やりきれちゃいそうな気もするし、いけんじゃないかこれ。ナイス、あと俺んとこだけだ。さあ、頼む。で、今の妻子が張ってくれたね、あそこのワープを通って、来た来た来た。こうやって仲間と仲間がここで巡り合い、いいよ、ナイス。あ、これはナイスナイスナイス、いいよいいよ。妻子が肉壁もしっかりしてくれてんね。で、占い師、あとちょっと持ってくれ、頼む。もうちょっとで仲直りがいける、いける、いける。おおおおい、おい、よし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 。いい背中、いい背中よ、本当に。どんだけ開いちゃってんの、本当。ね、本当にこれ、高層階のホテルから見下ろす夜景をバッて、カーテンみたいになってるからね、もうこの肩のショルダーの部分のやつが。カーテンか、お前、その役割は。なんやねん、その肩、ちょっと気になってきたわ。なあ、これな、瞬間移動来そうだな、飛んできそうだな、なんか感じるわ。覇気を感じる。まあでも、中間待機しとくか。はい、サムネ用の素材取りまーす。はい、シャッターチャンス。来たー来たー来たー、やっぱ来た、来る感じしたんだよな、今な。で、ちなみに、この、衣装の名前、聖一の審判っていう名前なんだけど、聖一っていうのはなんかタロットとか、そういうものになんかちょいちょい使われる言葉なのかな。うん、まあ簡単に言うと、表か裏じゃないけど、もう一個ね、聖一の逆みたいな感じのやつもあるんだけど、まあそれはまあ聖一の、まあただの逆。うん、何言ってんだ俺。あのさ、俺自分でもびっくりしてるんだけどさ、なんかすげえ一戦目、チェイスも何もしないのに超疲れてんなと思ったらさ、俺なんか解説してたね、そういえばね。俺なんか試合終わったのどっと疲れたなと思って、俺なんかしたかな今の試合って思ってたら、別に何もしてないんだよね、でもね。思い返せば解説してた。でも、なんか、解説する方が実際にチェイスしながら喋るよりも疲れるわ。こう盛り上げる感じというか。まあ、ちょっと今回はね、しっとりと衣装の方見せていきますか。なんか肌の色、
いいよね。ほらちょっと赤みかかったさ、こうまあもちろん真っ白なんだけど、ちょっとこうチークのような、まるで赤ちゃんのような丸みを帯びたこの肌。よく見たら口紅もちゃんとついてんだよな、ピンク系統の赤ピンクみたいな。可愛いね、全体的にね、なんかコーディネートが赤っぽい暖色でまとまっててすごい可愛い。まあ、服は白なんだけど、なんかものすごい速度で飼い主を失った犬が右上にかけてったけど、見てんなこっちのこと、餌くれみたいな感じでカメラに映り込むな、ちょうどいい感じで。気になるわあいつ、ずっと動かん、もう知らんがなお前、本当に一生そこにいろお前、本当ほら右にずっといんの、草えんなあいつマジで。でこれちょっと俺が助けに行きますか。でね、ちゃんと信号銃も変わってるんだよね、これね。空軍の衣装は信号銃が変わる衣装と変わんない衣装があるんだけど、これはね、変わる衣装で、変わる衣装いいよね、これね。他のキャラで、あの、信号銃出した時もね、この信号銃になるから、かっこよくないこの銃。なんか、ファイナルファンタジーとかの銃でありそう。いや、どっちかっていうと、これ、モンハンだ。この銃のフォルムは、モンスターハンターのライトボーガンにありきたりな、このフォルムだね、これはね。採用。え、これバレてないんじゃない俺、これバレてないな、この感じ。これ潜伏できてる、潜伏してて草なんだけど、バレてない、バレてない、そろそろバレてない、そろそろ、うおー、危ねえ危ねえ危ねえ、おい、殴らせるよ、絶対殴らしてるから、うれよし、ナイスキー、ナイスキーでしょ。くせえな、今ちょっとよく見たら、あれなんか草のとこにくぼみあるぞみたいな、白いやついるぞみたいなね。これね、この衣装ね、潜伏には死ぬほど向かねえわ。いかんせん目立つね、髪の色も派手だし、まあ服は白でいいっちゃいいんだけど、白の保護色のステージどこよっていう話になっちゃうよな。ホワイトサンド精神病院とかだったらワンチャンあるかもしれないけど、白色結構目立つんだよな、このゲームは基本的に。でなんやかんやしてるうちに、あと暗号機が2台ということでね。いや今の信号銃超良かったでしょ。あの位置で当てたらもう病院の中まで逃げれちゃうからね。今回病院の中使ってなかっただろうし、一生そこでチェイスが続くっていう。いや空軍おもろいな、あんま救助キャラ好きじゃなくて、ぶっちゃけるとね、あんまり使ってないんだけど、空軍面白いな。買い使える信号銃のそのタイミングっていうのがね、ちょっと熱いよね。 VC とか繋いでやってたならもうちょっとね、熱いんだろうけどね。いかんせん VC を繋いであんまりやんないからな。ナイス。で残り1個、さあ脱出してしまうか。まあ、ちなみに全然衣装について触れてないけど、みんなが勝手に見てほしい。やっぱり俺がやっぱ言うとさ、分かっちゃうからさ、こういうところがいいんだなみたいな。だからなんか言われる前にちょっとみんなの視点で衣装について本当にこの人はいるのかとかね、そういう風にちょっと決断してほしかったのよ。俺が喋っちゃうとさ、やっぱどうしてもいい衣装に感じてくるから、どんな衣装でも。でこの衣装のいいところ今から言うわ。え、まずこの背中ね、一戦目でも見てこうバサーっていうな、これ高級なホテルで朝起きた時のカーテンを開けたようなこの開放感と、この足見て、これすげえ切れ目入ってるの分かる、この角度めっちゃ分かるんだけど、解読中に実はこの切れ目からなんかすっごい際どいラインのところがこう見え隠れするっていう、そこをまあ解読中暇じゃんね、だから自分で角度を調整してどういうアングルが一番いいかっていう、まあ暇な時間がなくなるっていう、そういうところも配慮されてんじゃないかなって思うんだね、これね。だから詰まるところ言いたいのは、だから聖地っていう場所をまあアングル的な意味でまあしっかり探してほしいんじゃないかなって俺は思ってるんだよ。あると思います。ないか。最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。通知をね、入れていただくと生放送の通知が来るようになるので、ぜひチャンネル登録と通知していってくれよな。あとね、ツイッターとかもやってるんでね、ぜひツイッターの方でも仲良くしてください。じゃあまた次回の動画で。じゃあな。